経済政策提案、高負荷価値産業を育成する必要があります。高負荷価値産業とは、経済的価値の高い製品やサービスを生産する産業であり、より高いレベルの技術、知識、創造性、労働力などを要求する産業を意味します。代表的な高負荷価値産業としては、次のような種類があります。1、半導体産業。半導体は現代社会で不可欠な部品であり、スマートフォン、 コンピュータ、自動車、ロボットなど様々な技術製品で使用されています半導体産業は高いレベルの技術と人材を必要とし、投資コストも大きいため高付加価値産業として認識されています。2、バイオテクノロジー産業。バイオテクノロジー産業は、バイオ医薬品、バイオシミラーなど、様々な医療分野で使用される産業です。バイオテクノロジー産業は非常に複雑で、高いレベルの技術と人材。 教育体制などが必要なため、高付加価値産業として認識されています。3. 情報技術産業。情報技術産業は、インターネット、モバイル、クラウドなど、様々な分野で使用される産業です。情報技術産業は急速に変化する技術とともに発展し、高レベルの技術と人材、創造的なアイデアなどが必要なため、高付加価値産業として認識されます。4. バイオ産業。 生命科学技術を利用して医薬品、バイオセメント、バイオプラスチックなどの製品を生産する産業です。5.IT 産業、情報技術を利用してソフトウェア、ハードウェア、モバイルアプリなどの製品やサービスを開発する産業です。6. ロボット産業、人工知能、自動化、ロボット工学などの技術を利用してロボット製造、ロボットサービス、ロボットソフトウェアなどを開発する産業です。 7、航空宇宙産業、航空機、衛星、宇宙船などの製品を生産する産業で、高レベルの技術とエンジニアリングノウハウが必要です。8、ヘルスケア産業、医療技術、バイオ技術などを利用して医療製品、医療サービス、医療機器などを生産する産業です。9、再生可能エネルギー産業、太陽光、風力、 水力などの再生可能エネルギーを利用して電気を生産する産業で、将来持続可能なエネルギー産業として注目されています。これに加えて、3D プリンティング、スマートシティ、ナノテクノロジーなどの業界も高付加価値産業に分類できます。